機をアップグレードしてアップリンクの件でローズの協力を得られたのね。かなり素晴らしい功績ね。だからって確認できるわけじゃないけど、次に移りましょう。高知探知機ネットワークよ。何かでこれを全部連結しないといい。最初のステップは簡単よ。私のデスクにマスターというラベルが貼られたホロテープがあるわ。必要な情報は全部この中に入ってる。その次はハーパーズフェリーにある古い武器庫に向かって、中に入るには正面玄関のターミナルで武器庫アクセスというプログラムをインストールする必要があるの。そのアップロードとインストールが終わったら次の指示を聞いて、周囲の安全をしっかり確保しておいてね。スコーチビーストの襲撃で私たちはハーパーズフェリーから避難したの。何がいるかわからないわ。私の予測が当たっていれば、あなたは順当にこのメッセージを再生したはず。もしそうでないなら、これは全く無意味な私の独り言になる。ごめん、脱線したわ。サム・ブラックウェル上院議員のターミナルを見つけたら、マスターホロテープを使ってファイルをダウンロードして、唯一無二のチャールストン議事堂に行くことができたら楽しいわよ。最後に見た時はまだ無傷だったわ。その次は一番近くにある中継タワーでデータをアップロードするのよ。簡単よね。そうでしょ。武器庫が我々の領土だと宣言してきたよ。レディとニラジの領土。こんなことして意味があるの？安全対策をしなくてはならない。生存者たちは嫌うだろうが、我々にも防衛は必要だ。時にあの BOS の連中に対してだ。デレクによれば、彼らは人材と物資をレスポンダーに要求してノーとは言わせなかった。さて、もし彼らがここで同じ振る舞いをするつもりなら、そう簡単にはさせない。準備が必要だな。ターミナルからトップシークレットのセキュリティコードを手に入れたんだもの。次は最寄りの中継タワーよ。そこで手に入れた信頼できるデータを全部アップロードするの。このプロセスの最後の部分が半分終わったところよ。つまり今までわかるだろうと思っていたものと違っているの。でも希望は持てる。そうよね。
テムに不具合がなければ、これであなたはアパラチアで一番の英雄になった。できればただ一人ではなく、スコーチ探知システムを完成させてくれたのね。システムを半分機能させるだけでも一体どれほどの時間と労力を費やしたか。多くを失った。兄弟に、父さん、あなたもそうよね。これでスコーチがどこにいても探知機がその存在をキャッチして、ピップ王位にメッセージが送られる。あとは戦って排除する手段だけ。まだ用意していないのなら、私のターミナルを確認して、スコーチビースト用に作ったトラップについて読んでみて。うまくいけばまだ正常に動作する。あの空飛ぶ怪物をおとなしくさせる確実な方法よ。それにこの地域で頼りになるのは BOS だけだった。もういないけど、彼らは強力な武器を持っていたの。彼らは湿原にあるディファイアンストリデと呼ばれる場所で最後の抵抗を試みた。でもコードネームを使用していたから正確な場所はわからない。キャンプベンチャーのエディの古いサバイバル訓練場で始めたいかも。私のターミナルでディファイアンストリデというエントリーに BOS について得たものも全部入れておいたわ。まずはキャンプベンチャーを当たってみて。エディのサバイバル訓練場よ。そこに秘密